はい、どうもこんにちは、岩瀬スティーブンです。いや、すごいね。令和の世の中にこちら仮面ライダービルドの新しいおもちゃが2セット出てきた。というわけで今回はこちら2つを一気に紹介していきます。ちなみに届いたのはデラックスフルボトルファイナルセット、さらにこちらデラックスキルバスパイダー、これもようやく出ましたね。今回のビルド関係はデラックス玩具化していなかったものを改めて商品化みたいな、なんかそういうプロジェクトの一環っぽいからね。出てきそうで出てこなかったこちらが商品化。はい、もうなんか当時の感じのパッケージデラックスキルバスパイダートレススパイダーと、こちらがと、はい、フルボトルがたくさん詰まったやつ。あー、なんかレジェンド系のパッケージもなんかこんな感じになっていたような気がする。とりあえず箱の方見ていこう。デラックスキルバスパイダー、仮面ライダーキルバスに変身だからキルバススパイダーって呼びたくなっちゃうね。こちら V シネ作品仮面ライダークローズに登場したV シネの敵ライダー、雲モチーフのライダーですね。箱の上の方にはキルバスとベルト装填状態のアイテム、横の方にはフルボトルとキルバスパイダー、赤黒のデザインがかっこいいんだよな。で、横の方にはボトルとスパイダー合体状態で、箱の裏にはかっこよくキルバス、これぞプレ版のパッケージっていう感じでかっこいいな。そしてもう片方がデラックスフルボトルファイナルセット、下にはいろんなフルボトルが並んでいて、上にはボトルを使って変身した姿、影が強めな感じがいいね。上の方はなんかすごい武骨なデザイン、横の方には各フルボトルで、逆側にはそれぞれが変身した姿で、箱の裏の方はこっちはまあ似たような感じというか、むしろロゴ的にはこっちの方がなんか正面に見えなくもない。それじゃあまずはこちらファイナルセットの方から開けていきましょう。ずーっと、もう懐かしいね。フルボトルにも懐かしさを感じちゃう。フルボトルたちとトリセツも入ってる。まずこのセットに入ってるフルボトルは8本、テレビ、メタル、ハサミ、スパナ、メタルタンク、タンクが2本で、ギアエンジン、ギアリモコン、バラエティ豊かなボトルが入ってるんですけど、ちょっと申し訳ないことに今回ちょいちょいね、フルで楽しめないものがあります。主にこの辺かな。まあとりあえず見ていきましょう。まずはこちらテレビフルボトル。テレビに関しては一応テレビくんの付録だったかな、付録としてこのボトルの立体物あったんだけど、その時はねデラックス版ではなかった。デラックス版じゃないとこの中身がないんですよね。ボトルを振った時に中でカタカタ鳴るやつ。ちなみにこれとベストマッチなのがクマフルボトル。クマフルボトルの方はデラックス版っていうものが存在していて、応募者全員サービスの DVD の特典としてついていたんですね。そっちの方はこれちゃんと中身があるやつだったんで、デラックス版があるからか今回はクマフルボトルはついてこず。そして僕は残念ながらクマフルボトルを持っていない。なので初っ端からいきなりベストマッチを作ることはできません。どうせならクマもつけてくれりゃな。回転するボトルキャップの上の方にも K と T、クマとテレビの頭文字、そしてメイン部分がクリアパーツでテレビ。テレビの型がだいぶ古いな。アンテナついていて電気っぽいのを受信していてブラウン管、下のところに足つき、操作用のボタンっぽいのもあるね。付録版のテレビも持ってないんだけど、画像を見た感じここのところがしっかり塗装されてる。付録の方は色分けがされていなくて全体がホワイトな感じになってましたね。対して今回は正面のテレビのところがパールホワイトの塗装。横から見るとテレビ分厚いな。お次はメタルボトル。メタルフルボトルではない。無地で全体的に銀ギラ銀のメタリックシルバー塗装。これは何かっていうと、ファントムクラッシャーに変身するためのアイテム。ベルトを使わずなんかこれを体にグッてやることでなんか変身できていたような気がする。だから特にベルト装填用ではないっぽいね。干渉するレールだったり個別認識のピンの方もガッツリ塗装。普通だったらこういうところは擦れ前提になってるから塗装されない部分なんだけど。説明書の方にもメタルボトルは干渉用として作られているため、別売りの玩具には非対応です、装填しないでくださいっていう風に書いてある。ピンはついてるけど連動関係が推奨されていない。形状はまあレジェンド系のフルボトルに近いかな。下のところがちょっとモコモコしていたり脂肪加工が入ってる。一応上の蓋のところが回転するし、振ってみるとちゃんと中身が詰まっています。側庫のところは一応クリアパーツになってんね。お次はハサミとスパナのフルボトル。通常のではなくてロストフルボトル。これまた持ってないけど、ブラックロストフルボトルの方では立体化されていますね。ブラックロストであったけどこっちの方ではなかったっていうやつ。ビルドの時おもちゃは買っていたんだけど、トランスチームガンだったりちょいちょい買ってないものがあるんだよな。ハサミの方は蓋のところに H の文字、真ん中のところが紫のクリアパーツにシルバーのハサミ。ハサミの形がなんかだいぶ悪そう。クリアパーツで真ん中のところに切り取り線的なものがある。
で、横から見るとなんか若干形がスリムだね。スパナフルボトルは頭文字の S。 こっちも紫のクリアパーツにシルバーのスパナ。スパナあんまり使ったことないけど、ここのところぐるぐる回すとこのなんか間が狭まるんだっけ。造形細かく、こっちの方はまあ標準的なサイズ。横から見るとやっぱりハサミ細いね。続いてこちらの2つはいきますね。メタルタンクタンクフルボトル、これに関しては実質タンクの色違い、違いはキャップの上のところが両方とも TT になってるのと、中心部分が真っ黒、多少透け感のあるクリアブラックにはなってるかな。本家ほどのクリア感はないけど大体一緒。後ろの認識ピンに関してもまるっきり同じ。これを使えば V シネに登場した仮面ライダーメタルビルドに変身できます。そして最後はこちらギアリモコンとギアエンジン、これは平成ジェネレーションズファイナルに登場したもの。ネビラスチームガンを使ってカイザー、カイザーリバース、バイカイザーに変身ができるっていうやつ。残念ながらネビラスチームガンを持っていない。当時買っとくんだったな。ネビラスチームガン持ってないからこのタイプのアイテム触るの初めてだわ。全体がクリアパーツで中には特に何も詰まっていない。蓋っぽいところも四角になってるし、特に回転がない。回転ないけど造形が入っていてメタリックブルーの塗装。こっちはギアリモコンなんでリモコンのボタンっぽいものが入ってる。中心部分にはこれまたメタリックブルーの歯車。歯車の方も特に可動はない。この蓋の上だったり側根ところが歯車。面積が小さめだから置くとあんまり安定感がないね。でこっちの赤い方がギアエンジン、上のところにはエンジンっぽい造形。歯車は綺麗なメタリックレッド。それじゃあお次はこちらを見ていきましょう。キルバス。ようやくだね。ついにキルバスパイダー。本体とフルボトルと説明書。とりあえずまずは、キルバススパイダーフルボトルから見ていこう。こっちはキルバスパイダーではなくてキルバススパイダー。全体のこの赤っぽい色がいいね。形は同じなんだけど上下のところが赤くなってる。色だけでかなり印象変わるね。蓋のところは文字ではなくて、6つの目かな。雲の目のようなものが描かれています。角のところに丸っぽいグラデーションが入ってるのがいいんだよな。で、中心部分はクリアブラックで真ん中のところには下を向いた雲。赤く塗装されたスパイダーがついています。雲モチーフは最近デモンズとかもいるからね。赤のツヤ感がなんとも綺麗。さらにクリアブラックは雲の巣になってる。さあそしていよいよメインのキルバスパイダー。今この状態はベルトに装填前のもので、横の飛び出たところが稼働して両サイドに足が出てきます。これによってより雲らしい変身アイテム。両側のこのギミックに関してはクローズドラゴンと同じやつ。システム的にも大体クローズドラゴン。本体真っ赤で雲の目みたいなマイナスのネジ。上のところには雲の巣があって、ここのところがスピーカーになってるね。で正面の足含めて片方に4本足。雲のモチーフっていうのはやっぱりシンプルにかっこいいね。そしてぐるっと後ろの方には絶縁シート。とりあえず引っこ抜くか。スパイダー外しても音は特にならず、シートを外したらさらにひっくり返すと、ここのところに電源オンオフがあるんで、電源入れると起動音声が流れます。でスパイダーの単体遊び、本体の目の左から1、2番目、ここのところがボタンになってるっぽいね。目のボタンを押すと、俺はキルバス、エボルトとは実魂の中でね、あいつが俺から奪ったパンドラボックスを取り返しに来た。キルバスのボイス入り、単体状態ではこれ含めて6種類あるんで、せっかくだから一通り聞いてみよう。2つ目、この方がクールだ、さあエボルトを狩るか。声が特徴あっていいね。パンドラボックスの復活だ。箱は完成した、あとは中身だ。貴様の命でパンドラボックスは力を取り戻す。万丈龍が、この星を滅ぼされたくなかったら俺とお前が最初に会った場所に来い。お前のエネルギーが回復する明朝まで待とう。力を蓄えてこいよ。早口というか羨ましいぐらい滑舌がいいな。で最後が面白い、お前の力で最高のパンドラボックスを作ろう。というのがとりあえず単体で聞けるセリフです。よ、それじゃあ今の僕の持ち合わせでできることってことで、ビルドドライバーとエボルドライバーを使って変身していきましょう。このビルドドライバー腰に巻く感じすげえなんか懐かしいな。日常的にたまに起動して遊んだりはするんだけど、しっかり腰に巻くまではしていなかったからね。じゃあまずいきなり相棒がいないんだけど、テレビとラビット。ベストマッチではないけどラビットでいきます。まずはボトルを振る。この感じも
すげえなんか懐かしいな。で、蓋をカチャッとやって、逆さまにして装填。おぉ、こういう言い方なんだ。テレビ。もちろんベストマッチとは言わない。この音懐かしいな。紹介した当時も言ったかもしんないけど、ちょっぴりあのジョジョ2部のアニメのオープニングっぽいんだよね。ビルドドライバーの方では、テレビでしたけど、エボルドライバーではちょっと言い方が変わる。当時品持っていなかったから僕は今回完全に初めてですね。なんつった？テレビジョン、テレビジョンつったのかな？正式名称っぽいテレビジョンつったのかな？いやー、クマつけてくれりゃな。お次は装填が推奨されていない鑑賞用のメタルボトル。一応ゆっくりね。あ、装填の音が鳴るだけ。で、回しても。あ、もう全然音が鳴んないわ。ボトルの装填の音が鳴って、後ろのところにピンもあるけど、特になんか認識はされていないっぽい。エボルドライバーでも。うん、装填の音が鳴るぐらい。じゃあお次はハサミとスパナ。ハサミ。おお、なんか両方ともテンション低めというか若干悪っぽいような感じ。じゃあエボルドライバーでハサミや。シザース、英語になったね。じゃあスパナは、スパナはスパナ。他に言いようがないもんはしょうがないね。一応まあ別バージョンでは出てるっちゃ出てるからね。音声としてはちゃんと用意されてる。さあ、お次はメタルタンクタンクを使ってメタルビルドに変身。変身前にまずはこちらのやべえやつを装填。蓋開いて上のボタンを押して。ハザードオンでベルトの上のところに装填。そして2つのボトルを装填。ドンテンカンツァの大気音声が流れるんで、これでレバーを回す。とりあえずこれで仮面ライダーメタルビルドに変身できました。確か劇中でもこの音声だったかな。一応両方同じだけどエボロドライバーで。まあこっちの方でもタンクタンクになっています。でセットでは最後のギアリモコンとギアエンジン。本来はネビラスチーム側に使うもの。ビルドドライバーに装填するとリモコンエンジンと、まあ、色だけで言ったらまあまあラビットタンク。音声はちゃんと対応しています。この辺も確かカラーリング違いでもすでにネビラスチームガンの方についていたからね。音声に関してはそっちと同じ。まあ、ただ僕は初めてだからね。こういう風になるんだって数年越しに知りましたね。で、エボルの方にリモコンやると、リモートコントローラー。あ、結構早口でリモートコントローラー。フルネームを言ってくれてエンジンが、エンジンは発動機。エンジンは確か別で元々あったもんな。それじゃあお次はこちらを使って仮面ライダーキルバスに変身していきましょう。まずはボトルを上から装填。シンプルに装填の効果音。で、足を閉じて、これでベルトに装填。キルバスファイナー。あ、ちょっとテンポ遅れたけど、こっちの方からキルバススパイダーといって待機音声。で、待機音声からのレバーを回すんだけど、その前にここのボタンを押すと、変身と言ってくれます。タイミングを合わせればいい感じになるかもね。
はい、これで仮面ライダーキルバスに変身できました。スパイダー、スパイダー、キルバススパイダーの音は完全にこっちの方から。ボタンを押すことで変身と言ってくれるのはいいね。で、今これでも変身後状態になったんで、この状態でボタンを押すといった全部で9種類の音声が流れます。一通り聞いてみよう。これに、お前たちのエネルギーを吸収すれば、最高のパンドラボックスが出来上がる。はあ、俺はお前と違って、この世に何の未練もない。この箱の力でビッグバンを引き起こし、全てを滅ぼす。やっぱり言い方がいいな。宇宙と心中して無に帰るなんて最高じゃねえか。この星も、そして宇宙も、全て破壊してやる。俺の力を思い知るがいい。生きてたか、エボルト。エボルト、忘れたか。お前は一度としてこの兄に勝ったことがないということ。こいつはいい、最高のエネルギーになりそうだ。残念だったな、俺の方が上だ。というだいぶ癖の強いセリフがたくさん流れます。セリフ付きってやっぱりいいな。で、せっかくなんで必殺技、効果音とともにキルバススパイダーフィニッシュで、これを引っこ抜けば変身解除。ちなみにボトルの方だけ入れるとスパイダー、あ、スパイダーとして認識。そうか、確かもともと通常のスパイダーってボトルであったもんな。あ、やっぱりあるわ。そっか、これももともとスパイダーフルボトルからの色違いか。造形に関しては新規ではなくて色違いだから、これと冷蔵庫を組み合わせればベストマッチ。一応エボルドライバーの方でも雲で、エボルドライバーに装填するとキルバスパイダー。まあ音声はこっちが中心になってるから特に変わんないかな。ある意味コラボレーションである。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は新たに届きました、というか、あのデラックス化されていなかったものがようやく出ました。仮面ライダービルドよりデラックスフルボトルファイナルセット、デラックスキルバスパイダーの紹介でした。フルボトルのセットの方はファイナルって書いてあるように、これで一通り当時デラックス版で出なかったものが商品化されたっていうことになるのかな。これで全部ですっていう意味でのファイナルかな。コンプリート目指していた人からしたらもう数年越しに夢が叶ったようなもんじゃないかな。まあ己の収集状況を含めた残念ポイントで言ったら、テレビをつけるんだったらクマの方もまあデラックスで出ていても欲しかったかな。今更テレビだけもらってもどうしようもないからな。で、あとリモコンとエンジンに関しては単純に僕がネビラスチームが思っていない、その関係で不完全な感じになってしまって申し訳ない。で、ようやく登場したキルバスパイダー。本体だったり、ボトルの造形だったり、クローズドラゴンよろしく足を畳むっていう変形ギミックもある。音声の方もボイス入りっていう、まあなかなかのボリューム感。セリフの方もまあまあ多めだったからね。どうだろう、とりあえずこれで一通りビルド関係は出たことになるのかもしんないけど、仮面ライダーこの先いろいろ展開あったりするからね。ガイムとかもまだたまにあの外伝作られるし、アウトサイダーズとか、番外編だったり、まあ周年の V シネだったりで、今後も新しいアイテムが出てくる可能性は大いにあるからね。まああとビルドドライバーもうちょい先でもいいような気はするけど、CSM 発売の未来なんかもあるだろうから、今後も何かしら楽しめるといいですね。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。